道内では今日新型コロナウイルスの患者5人の死亡が確認され新たな感染は札幌で279人石狩地方で48人など420人が確認され4日続けて400人を超えました道は北海道全域に要請を検討している外出自粛について14日から行う方針を固めました石狩地方に検討している時短要請は 遅くとも17日ままでに行うようよ調整しています。営業時間は午後9時まで酒類の提供は午後8時までとする方向でこれらの対策は13日の対策本部会議で決定をします